あ、話を聞いて足上げろ。上が T の字になるようにするんだよ。上半身が前に出すぎてるからバランスが悪い。真ん中に乗るんだよ T の字の。頭とつま先の高さが同じ。ケツよりつま先と頭が下がったら話にならない。足の指じゃなくてここを引っ掛けろ。滑らないように。そうそう、できてきた。いやいや、こんな休んでると話になんないんだよ。工夫しろ。取っかかりなんかねえよ。壁んとこにやれっつってんだから。上げて、中学生上げて。前傾きすぎなんだよ。下げないよ、下げないよ。そのまま待っててください。よし、上げて、上げるって。ここもっと横向いて、張り付け、足上げろ。ここは開けなきゃダメ。上げろ。あ、下ろしていいよ。1、2、3、ビヨーン。そう、はい、戻して。ちゃんと直角にしろよ、肘のところ。はい、いくよ。はい、1、2、3、さあ4、顔下げない。はい、戻って。いくよ。あ、今度ケンケンでおしっこしてみよう。いくよ。1、2、3、4。倒れないようにね。はい、戻って。はい、1、2、3、4。はい、1、2、3、4。腰当てろ、お尻を当てろ。戻して。はい、1、2、3、4。まだやってるだけじゃダメだよ。さっきの思い出せ。はい、1、2、3、4。また自分だけ言ってねえか。そうは相手を持ってくるんだよ。はい、1、2、3、4。明かりも傾いてあげなきゃ。一緒に。はい、1、2、3、4。それタッチ。戻して。引け、引け。はい、1、2、3、4。また休んでる。膝で伸ばすんだろ、前に。なんてまた言ってる意味が分かんなくなっちゃったか。はい、1、2、3、4。なんで手を引っ張んねんだよ。ショーはギュッて。いくよ、伸ばして。はい、1、2、3、4。張り付きながら足上げるんだよ。さっきの壁と一緒だ。壁と。またこんな休んでねえか、おめえ。で、言って俺を見て、なんでまだこの形なの。絶対違うだろう。あ、戻して。はい、1、2、3、4。そう、もっと貼り付ければ楽になるんだよ。